こんにちは、ビハイヤーの大山です。弊社ではアニメゲーム漫画業界の発展のために、えー、アニメゲーム漫画業界の専門求人サイトラクジョブとビジネスマッチングのラクビジという事業を展開しています。で、こういった、えー、お仕事を通してですね、いい人がどんどん、えー、 自分の力を発揮して、いい作品をどんどん世に出していただけるようにお手伝いができればと思っております。で、えー、ちょっとですね、今回は番外編でおすすめの本を紹介したいと思うんですけれども、まあ、あの、ま、アニメゲーム漫画業界のところにだけこだわっていると、 ちょっと知識が偏ってしまったりするので、だいたい月に100冊から、えー、300冊ぐらい読書をしています。で、ちょっと今回のおすすめの本を紹介するんですけれども、脳は休ませると10倍速になる、トマベチヒでトさんの本です。で、えー、これなんですけれども、まあ、なかなかですね、こう、 たくさん考え事をしたいとか、えー、生産性高く仕事がしたいっていう人はこう寝ないっていうことが結構多いんですけれどもあのすごくショートスリーパーだったりとか私も一時期仕事が楽しくて楽しくてしょうがない時って1日2時間睡眠で仕事をしてましたでもやっぱりそれってあの、まあ、長期的に働いていくっていうことを考えたらまああのなんだろう 働くってもう今、目の前の仕事に邁進するっていうのは大事なんですけれども、人生の半分以上を仕事して過ごすわけですから、あの、そういう長期的なことを考えると、えま、長期的に考えて、え効率よく働くためには、きちんと睡眠をとった方がいい。 し、えー、きちんと脳を休ませる方法。で、休ませてリラックスさせて、えー、いた上で、やす、あの、考える。っていうことが大事になってきます。という本ですね。で、えぇ、ー、まあとまさんの脳機能か、脳機能学者なので、えー、そこら辺を科学的に解明して、えー、は、この本に書いてくれています。なので、ぜひぜひ見てみてください。今日も教会発展よろしくお願いします。